はい。改めまして、株式会社エイトノットの木村と申します。我々エイトノットなんですけれども、ロボティクスと AI であらゆる水上モビリティを自立化するということをですね、テーマに設立されたスタートアップになります。で会社なんですけれども、今年21年の3月に、設立したばかりで、調達のラウンドとしてはまだプレシードというような状況になっています。会社の特徴としては、私も含めてですけれども、全メンバーがロボティクスの開発に携わった経験があるというところで、このロボティクスのですね、知見を生かして水上モビリティを自立化していくことを目指しています。簡単にですね、私の自己紹介と創業のきっかけについてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、私自身はですね、コミュニケーションロボットのロビーといったですね、そういったロボットの開発、これをですね、キャリアを通じてやってきました。で、もう一つがですね、先ほどちょっと冒頭にありましたけれども、ボートとかサップとかダイビングとかですね、マリンレジャーがずっと好きということもあり、自身もですね、小型、船舶の免許を持っているということもあって、この二つが好きな人間であるということを覚えていただければいいのかなというふうに思います。そして、私がですね、普段から、ボートレジャーとか、そういったものを楽しんでいる中で、いくつか課題というか、そういうことが感じられるようになってきました。で、これスライドの右側なんですけれども、海はですね、物理的にはすごく広いんですけれども、実はそんなに自由がない今フィールドになってるんじゃないかなというふうに思います。で、これいくつかあるんですけれども、まずですね、自分で船を操船するまでのハードルが非常に高いということ。そして、いざ海にですね、ボートで出たとしても、そこからどこに行っていいんだろうとか、そういったコンテンツが整ってないということがですね、大きな課題として感じられました。そこで、手軽にですね、多くの人に利用していただけるような水上移動のサービスがあれば、もっとですね、人や物の移動というものが自由になって、海を起点とした新しい経済圏の創出っていうのができるんではないかなというふうに考えています。そこで我々が今目指している世界としては、オンデマンド型の水上交通、これを開発して、水上移動をもっと手軽にするということを目指しています。なので時間を気にせずですね、好きな時にボートに乗れて好きなところに行けると、そういった世界を目指しているという形になります。そしてですね、こちら調べていくと、今ある社会課題にとってもですね、非常にポジティブな解決策となるんではないかなというふうに考えています。課題の一つ目なんですけれども、主にですね、小型船舶の事故のうち、約 65% は人為的なミスに起因ということで、人のミスで事故が起きているというのは非常に多いんですね。なので、車の世界でも、テクノロジーによるアシストが増えていくことで、事故の件数が減ってきたという流れがありますので、同じことをこの船舶の業界でも起こしたいと。そして二つ目なんですけれども、自由な暮らしの妨げとなっている。これは主にですね、船を生活の足として使われている離島の方々、離島に暮らしていらっしゃる方々がメインになるかと思うんですけれども、船のですね、便数が非常に少ないということで、船のスケジュールに合わせて自分自身の生活のリズムを決めないといけないということも課題になっています。三つ目なんですが、そうしたですね、生活の足となる航路のうちですね、約3分の1以上が赤字であると。つまりですね、これは将来、こうしたですね、生活航路が維持できなくなる可能性があるということで、我々はですね、オンデマンド型の水上交通、これをですね、活用したソリューションを提供していきたいと。それで解決を図っていきたいというふうに考えています。具体的にはですね、先ほどモビリティの話でもありましたけれども、タクシーの配車アプリのような形で、スマホで乗りたい時に船を予約できて、そしてもう一つ、小型船舶を活用した、小型の EV 船を活用したサービスになりますので、大掛かりな港ではなくて、小型の桟橋から手軽にですね、船に乗れる、そういったですね、未来を実現したいというふうに考えています。こうしたオンデマンド型の水上交通があるとですね、関わる皆様にとってメリットがあるんではないかなというふうに考えていて、一つ目がですね、顧客となる生活者の方々ですね。先ほど申し上げたように、自分の生活のリズムに合わせて船に乗ることができるということが大きなメリットです。で、二つ目、事業会社さんにとってもですね、大型のフェリーと比べて小型の EV 船、維持費が非常に安価に済みます。なので、そういった形で収益化においてもですね、ポジティブな影響があるのと、
とはまあ EV 線ということで、環境負荷も低いと。これからまあどのモビリティもですね、基本的には環境性というのが重要視されますので、まあ、ここも大きなメリットかなというふうに思っています。そして、自治体行政の方々にとっては、現状赤字航路の補填がですね、まあ、年間国全体で70億以上あるというところで、ここを低減することで既存航路の維持というのに結びつけられるのではないかと思います。そしてですね、こちら具体的に我々が今考えている EV ロボティックボートのイメージになります。特徴としては、一切人の手を介さずに、自律的にですね、自動的にサービスを提供できるというところにあります。で、これはですね、船自体が自律航行で、まあ、自動の離着船機能もついてますので、人がこう、いわゆる綱取りをしなくてでも、安心安全にですね、人の乗り降りができると。そして、バッテリーが切れた際は、自動で充電ドックに戻ってですね、給電される仕組み。そしてその電気というのはソーラーを中心とした再生可能エネルギーのみというところにフォーカスしてますので、こういったですね、まあ、ボートを活用することで、先ほど申し上げた課題というのが解決できるんではないかというふうに思っております。最終的にはですね、まあ、これ私が冒頭に申し上げた起業のきっかけになるところでもあるんですけれども、ちょっと船で出かけないというのがですね、休みの旅に出るような、まあ、それがですね、当たり前になる世界っていうのを実現したいと思ってまして、まあ、そのためにはですね、まずは、まあ、水上のマース的なことですよね。将来的にはそういったことにもしていきたいですし、その前にですね、この船を必要としている方々にとって必要とされるサービスとして磨きをかけていくということに今フォーカスをして事業の展開をしております。簡単で予想は以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。時間もぴったり7分です。飯田と木村さんでした。では、ここからは、皆さん、質疑応答の時間となります。では、まず共通質問としてお聞きいたします。どのような企業やビジネスパートナーとのマッチングやアプローチを求めていらっしゃいますでしょうか？教えてください。はい、これ大きく分けて3つにあるなるかなと思っていて、まずまあ技術的なところで言いますと、まあ、我々自立高校ということで、現状今瀬戸内海を拠点に開発をしようと思ってるんですが、まあ、沿岸部含めたですね、通信のインフラというのが必要になってきます。なので、そうした通信会社の皆さんとご一緒にできることがあるんではないかというふうに思っているのと、あとはまあ将来的にオンデマンド型の水上交通を作るときに、まあ、大規模な裏側のシステムを開発する必要が出てきますので、まあ、そういったところもですね、ご一緒にできるような、まあ、IT ベンダーさんですかね。まあそういった方々とご一緒できると嬉しいなと、うん。で、あとはですね、そのビジネス開発の方で、やっぱり必要なのが、今、物流の可能性っていうのを今探っているんですね。なので、その水上の新しい、こう、まあ輸送モードですね、うん、今、モーダルシフトという流れもあると思うんですが、まあそういったところで、課題とか、っていうことを徹底的にちょっとヒアリングさせていただけたりすると嬉しいなというふうにも思ってますね。うん。あと、すみません、もう一個だけ。で、我々、はい、やろうとしていることがだいぶ、なんていうんですかね、まあ、前例のないというか、新しいことだというふうに思ってますので、まあ、こういった活動が、この社会的に、受け入れていただけるような、まあ、世間の潮流、まあ、トレンドみたいなものをですね、まあ、情報発信を含めて一緒に、やっていけるような会社さんともマッチングできたら嬉しいなというふうに思っております。はい。うん。じゃあ、一緒にもう世界を作っていこうみたいな意気込みのある、会社も OK ということですね。そうですね。あ、もうもちろんですね。はい。むしろそういった会社さんと一緒にやらせていただければ一番嬉しいです。うんうん。はい。ありがとうございます。では、ここからは、コメンテーターの、つべさんも、はい。はい。ありがとうございます。いかがでしたか？ありがとうございました。ありがとうございました。非常にこれ大きな社会課題なんですよね。そうですね。数年、例えば私なんかもいろいろといろんな人たちのピッチ聞くと、何年かに必ずこの瀬戸内の水上交通を何とかするっていうプレゼンをする方がいらっしゃって、名だたる造船業をやってらっしゃる方とかで、皆さん気づいてるんですけど、やっぱり皆さん共通してっていうのは、やっぱり人口減少していく地域の中で、例えば新規バスさんみたいなところが船をやっていたりとかして、で、バス事業も厳しいと。で、船の運搬も厳しいけど、生活の、まあ、命綱になってるか、なんとかやってるっていうような状況で、まあ、ここに、まあ、パンデミックみたいなのが来てしまって、そっちが、他の事業で、まあ、収益得ていたものをそっち側に回してるっていうことは、なかなかできなくなってると。でも、なので、
まあ、問いの一つとしては、まあ、単体としてね、本当に水上交通だけで採算が取れるのかっていうところが、多分大きなポイントになるかなと思ってるので、まあ、どれぐらいの利用者と、まあ、1人当たりの、例えば1回当たりの費用をどれぐらいに念頭に置いてるのかってあたりをちょっとお伺いしたいですね。そうですね。そこはまさに今課題としているポイントです。で、まあ、我々のアプローチとしては、まあ、現状、その、まあ、赤字がもうめちゃくちゃ膨らんでしまっているような航路が多数あって、まあ、そういったところの、まあ、運営費用をちょっと裏で、まあ、いろいろ聞いてみると、まあ、結構な額になってるんですね。まあ、7000万とか1億とかっていうふうになってるんですけど、例えば同じ航路で、まあ、同じ輸送量、人の数を運ぶっていうふうになったときに、今、我々の試算だと、その費用3分の1にはできるんじゃないかなっていうのが試算として持ってます。なので、すぐにその単体で、その航路だけで収益化っていうのは、今の段階ですぐにできるっていうのはちょっとまだ分からないというは分からないんですけれども、少なくとも、はい、そういった意味で、まあ、プラスに働く面はあるかなというふうに考えてますね。あとは、その明確にはプレゼンの中では言われてませんでしたけど、まず穏やかな海でっていうところがあるはずなんですよね。太平洋の荒波とか、高知のあたりだと全然やっぱり厳しくて使えないっていうのがあって、でそういう意味でいくと、まあ、例えば海外とか回ると、やっぱオランダのあたりっていうのは非常にこういったところに対する期待はあるんじゃないのかなと思うんですよね。うん、環境に対する意識も強いですし、はい、水上交通が発展してて、で短距離の水上コースも非常にあると。なので、まあ、まあ、最初の段階なんで瀬戸内ってことなのかもしれませんが、ビジネス的に考えていくと、まあ、そういったようなところがアポチュニティはあるのかなっていう印象を持ちました。はい、ありがとうございます。2点目は、いいですか、まだ質問してしまった。はい。EV 線になるとどうしても重量が増すと思うんですよね。それで今の太陽光の発電効率とかでいったときに十分に蓄電ができるのか、あとはやっぱ冬場になるとどうしても曇りがちになったりとかするので、まあ、十分な光量が得られないときにどうするのか、それから、まあ、出力がその船体の重さに比例し、反比例しますので、そういう部分でいくと、どれぐらい、まあ、小型って言ったところでどれぐらいのその、まあ、船の重量で、どれぐらいのスピードで、で、まあ、充電時間は何時間で、それは夜から朝の間に例えば充電できるのかとか、その辺、まあ、太陽光だけでやるって話だったときに、まあ、その間の、例えばバーチャルパワープラント的なものとかですね、そういったことをどういうふうに考えているのかっていうのは知りたいですね。最後回答だけ、はい、お願いします。はい、今の、まあ、太陽光周りの話で言うと、そうですね。で、言いますと、今まさにですね、その辺を調べているというような状況になっています。で、今年の秋にですね、広島県の方で実証実験をやろうと思ってまして、うん、まあ、その中で、まあ、どれぐらいの出力があれば、どれぐらいの時間、どれぐらいのスピードで航行できるのかっていうのを測った上で、最終的にはまずはやっぱりその近距離の路線から始めていくっていうようなことにはなるのかなと。でもちろんその太陽光を最初使っていきますけれども、将来的には例えば水素の可能性を探ってみたりとか、エネルギー源自体も少しずつシフトしていくっていうようなことを今考えてますね。はい、あとは電池の供給どっからもらうかっていうのも多分課題になるかなと。そうですね、はい、頑張ってください。すごく必要とされてるサービスなんで、はい、期待してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まだまだ聞きたいとこですが、お時間となりました。そうですね。岡田さんからも先ほどの天候に左右されると思いますが、という質問も来てましたし、はい。東さんからもですね、コメントを来てますね。うん。日本にぴったりの技術サービスですね、とあります。ありがとうございます。では、はい。エイトノットの木村さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。ねど。